はい、釣り子 TV です。今日もですね、ルアーのご紹介ということで、こちら、これで最後ですね、3つ目なんですけども、今回でゲーリー山本カスタムベイツのですね、イベント会場限定で売っているルアーシリーズということで、3回にわたってですね、こういう感じで、自分まだ他にもいろんな種類あったんですけどね、とりあえずデカペンシル、チビペンシルで、最後にですね、このミニポッパー、これを買ってきたんで、こちらをご紹介しようということで、早速封を開けていきたいと思います。ゲリー山本っていうことで、アメリカで売ってるみたいなんですけどね、日本のあの店頭では売ってないので、その各釣りの大会のイベント会場とか、ゲイリー山本のブースが出店していたらそこで買えるよということなんですけども、ちっちゃなポッパータイプですね。これは一番使うんじゃないかな、ブラックバス釣りでということで、はいはいはい、いいですね。このカラーもかっこいいんですよね。こんな感じで黒フォネみたいな感じで、こういう色を買ってきましたが、目にはですね、何回も説明してるかと思うんです、このゲイリー山本の跳ねる魚が隠されているということで、特殊な、レッドアイがついています。でポッパーなんで、口の方を見ていきましょうね。あー、もうすごいオーソドックスな、こんな感じの口ですね。くぼんでいて、ポップ音が出しやすそうな口と言ったらいいんですかね。そんなスプラッシュっていうよりもポコンポコンって、まあ浮き姿勢によってもポッパーって結構音の感じとか飛沫とか変わるんですけどね、非常にオーソドックスな口なんじゃないかなと思います。でサイズ感はこんな感じで小ぶりの、ポッパーなんですけどね、ポップ X よりちょっとちっちゃいっていう感じですかね。というわけで、非常にオーソドックスなポッパーなんじゃないかな。で色もすごいいっぱい売ってるんですよ。かなりカラーバリエーションがあってですね、その中でこういう小型のルアーは黒くてくっきりシルエットが出るのはどうかなと思って、こんな黒フォネっていう色を買ってみたんですけども、重さの方も測っていきたいと思います。ゲイリー山本のですね、イベント会場限定のハードルアーポッパー、これは何グラムでしょうか。 6.5 グラム、結構軽めなんで、ベイトフィネスのタックルとかですかね、そういうの、まあ、自分だと軽かったコンクエストの BFS とか、そういったのに投げていくんじゃないかな。あとはディーズ6とかですね、アブのリールだとそういうのでぴょいぴょい投げやすいんじゃないかななんていうふうに思いますけどね。これは虫を模した感じにもできるし、小魚が逃げ惑う感じにもできるし、でフェザーフックじゃないんですね。一点でネチネチ誘うっていうよりは、結構ポコポコしながら泳がして使ってくださいっていう感じなんですかね。フェザーフック仕様ではないということですね。というわけでですね、本日はこちらゲイリー山本の会場限定ルアーということでですね、ハードルアーのポッパー、これを開封してみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。